はい、というわけで今回はソングブックツアーの、まあ、のバンドのリズムを支えてくださっております巨匠たちとの対談ということになりますけれども、お一人方ずつ、まずひとしさん、渡辺ひとしさん、ベースをずっとやっていただいてます。まあ、去年からですよね、このバンドとしては。出会いはやっぱ20年前かな、ライブイマージですかね。うん、そうですね。だからハケタ君なんかと一緒ぐらいだった。ハケタさんとはその前も何かやってたんですか。やってます、いろいろと。でライブイマージュの、まあ、メンバーとして参加されているところに僕が、そんな感じですね。でそのまま その後は、まあ、しばらく僕のツアーでは一緒にはなかったんですけど、去年からもう、あ、そうですね、ずっとお世話になります。よろしくです。いやいや、本当にひとしさんでございます。そして、まあ、次豪太さんですね。豪太さんは僕の記憶が正しければですけど、多分10年くらい前の情熱大陸スペシャルライブで、数年後一緒した気がします。そうですね。だよね。そうですね。でその前は、はい、覚えてるかな、すっごい昔でしょそれは。すっごい昔に20年近く前、多分そう15年ぐらいだと、もうちょっと前かもしれない。未だに続いている ANA ワールドエアカレントっていうラジオの番組、 JWAVE ので、1年に1回ね、海外にラジオの番組を撮りに行くっていうのがあったわけ。でニューヨーク行ったりパリ行ったりして、でそこで頑張っているというか、あの日本の人たちを、まあ、取材に行くと、ということでロンドンに行った時に、屋敷豪太に会いに行きましょうと。そして屋敷豪太のスタジオ、そう、そのスタジオにお邪魔して、ラジオの対談を撮ったのが僕にとっては初めて豪太さんに会ったと思うんです。そうです。で、ね、そう、まあ、そんなこともありました。で、はい、なんとなく、まあ、それ もちろんずっといつか屋敷豪太とツアーができたらいいなって夢は見てたんですけど、何せスケジュールが合わないんで、ね、なかなか、ね、いや嬉しいです、本当光栄に思ってます。いやいや本当に。でよっしゃできるぞってなって、それが20年ですよ、でならばということで、あの、まあ、レコーディングからスタートしましたけれども、で、 いやでもまあこの2年、今の2年が大変密なですね密なコンサートツアーをずっと全国旅をしているということになります。はい、楽しませていただいてます。ありがとうございます。こちらこそです。もうでも本当にいろんなお話もこれからでしていきたいと思いますけれども、あと道明は道明さんというべきなのか道明というべきなのかもうよく分かってました。大先輩ではありますが、あの3は一応取っといてくださいなんだそれでもさ、出会いってクライズラーの、そう、後期、後期ですよね。1995年とか、そのぐらい、そのぐらい。今今年のほらツアーがソロデビュー25周年でしょ。でその前の2年ぐらいを一緒にね、ずっとコンサートをやっていただいてた。このオーチャードホールもやってた、やってるよね。やってるやってる、うん。僕はとにかくパーカッションが入ったラテンロック的なものをものすごく目指してたんです、そうね。はっきり分かりするとカルロス・サンタナになりたくてサンタナ大好きですよね。大好き、いまあ、未だにさ、まあ、サンタナはもう大好きですでもやってるのはバイオリン でクラシックのメロディーをポップスになんかこう聞かせるっていうバンドをやりながら、こう内面的にはなんかそのラテンロックでもう本当にワンコードでどこまでいけるかみたいなのがすごく興味があってで道明と割とどっぷり。そう、でもね、あんまり何演奏したか覚えてないなんかね、飲んでたことばっかり覚えててそれでなんかその、だから三もつけず道明っていう感じで、あのすごい近く、あの付き合ってたっていうのばっかりで、演奏どんな演奏したかなってあんまり覚えてないんだよね情けない話、本当に。いやでも何本も一緒にツアーやってるからね、やってるやってる、ね、なんか僕はなんかいろんな人脈を広げてくれたのも道明だったし、そして、まあ、元来魚が好きでね、今は魚釣りやってますけど、そのアクアリウムっていう世界があって、水槽の中にこう、ね、魚を飼う。で道明もやって、もう結構ハマってた時期があって、もう雑誌に載っちゃうぐらいな感じ、そうなのよでそんなことで
音楽、魚、海みたいな話をずっとしながら酒を飲んでたっていう。正直言って今毎晩コンサートをやってて、とにかくステージの上が楽しくて楽しくてしょうがないですよね。この今の時期もあるけれども、その終わってから毎日毎晩毎晩飲み歩いたりはもうしてないじゃないですか。我々全然なかったですよ、ね、全然ないじゃないですか。でそれはそれで全然心地は悪くないんですよ、うん、本当に。まあその分今年ちょ特にあの爆発してますけど、あのグループラインね、バンドのあのみんながさ、コンサート終わって、僕とりあえず今日も素晴らしい演奏ありがとうございました、お疲れ様でした、明日もよろしくだけなんだけれども、まあそっからですよね、みんな一人の時間、一人で酒を飲み始めてるというのが分かるじゃないですか。それで今聴いてる音楽をシェアし始めるじゃないですか。で僕としては最近の、ね、息子の影響もあって、なんか好きなラップとかプンプンとか送ってたりしたりして、ポップスを送ってジャスティン・ビーバーいいですよとかさ、そんな話なのに気がつくと、なんだかもう聞いたこともないような70年代60年代のかなりヘビーなロックだったり、めちゃくちゃ勉強になってます。懐かしいのもあるんだけど、えこれ、ね、この人とこうつながってたのとかっていうのが、知らなかったこといっぱいあるなっていうのは、また人志さん詳しいじゃないですか。もう人志さんがやっぱりね、かなりディープなところを、もう沼からやる沼と言われて、本当にね、みなに実はあの LINE の中で出てきた音楽をいっぺん何かリストにして、あ面白いね、ご紹介した方がいいんじゃない、我々がどういう音楽をだから夜、うん、共有してるかっていう、そうそうシェアしてるかっていうことですよね。グループチャット飲み会みたいな感じ、すごいよね。まあそんな中ですよ、昨日人さん、あれなんすか、あれ昨日のあの昨日ね、昨日はオーチャード、今日2日目なんですけれども、うん、2日公演連続のね、で昨日1日目、いや象徴的だったじゃない。あの天野さんが何かフレーズを練習してたのかな、うん、でそのフレーズから僕が何かの曲を思い出したんですよ。そうそうそう、ティラリラティラリラティラリララティラリラって、そのメロディーだけ思い出したんだけれど、まあそんなのすぐは出てこないよね。実は大変マニアックな曲だったわけですけど、それをタリラリタリラリタリラリ、なんだっけなんだっけって言ってたら、ハゲシャさんとかハゲダさんのいろんな人みんながそんなわかんないそんなわかんないよって言った瞬間に、人志さんがボソッとイエスですね。いやちょっと半信半疑で聞いていたので、でもやっぱそうでしょ。いやバッチリだって僕の頭の中でなってたのは、そっかそっか、だからイエスのあの緑色のジャケットのあの曲か、あの曲か、ピンポイントで来たもん、ピンポイントで、それもさ、エンジンブーム、これからよっしゃ、1曲目エトピリカ弾く前にイエスですね。でこっからですよ、一部が終わりました、僕は楽屋に帰りました。とりあえず着替えながらちょっとこうiPhone をチェックピッてやったらですね、LINE ピコーンって言ったから、ピコーンって言ったから、あ、何かなと思って開けたらですよ、そのイエスのアルバムが、一応貼っときます。貼っときます。思いっきり余計なことしてみたかったんですね。マコトの中、オープン、屋敷豪太59歳。Yeah.